こんにちは。マイクロナノ工学研究室の鈴木孝明です。私たちの研究室ではマイクロマシンの研究をしています。専門用語では微小電気機械システム、英語のイニシャルを取って MEMS と呼びます。電気と機械を組み合わせた小さなシステムです。 MEMS ではコンピューターやスマートフォンなどの精密な半導体集積回路を作成する技術を使って電子回路だけでなく小さな機械の部品も同時に作り込むことで今までにない新しいシステムを作り出します。例えば体のちょっとした動きから電気を作るマイクロ発電機や細胞一つ一つを捉えて分析するバイオマイクロマシンなどの研究を進めています。研究室ではそれぞれの学生が目的が異なるマイクロマシンを研究しています。研究の始めはコンピューターを用いたシミュレーションです。目的の機能を持ったマイクロマシンを設計します。次にクリーンルームの中で最先端の加工装置を用いた微細加工によりマイクロマシンを作成します。最後に作成したマイクロマシンを使って機械や電気的な評価、あるいは細胞や染色体を対象とした培養応用評価やコントロールを行うことでものづくりの一連の流れを実践していきます。実際にマイクロマシンを見てみましょう。肉眼で見ただけでは何があるのかよく分かりませんが、操作型電子顕微鏡を使うと拡大して観察することができます。髪の毛の太さの10分の1よりさらに小さいサイズの構造を工夫して設計・製作することで今までになかった新しい機能を生み出します。これらのマイクロマシンが社会へ応用されれば、お年寄りや子どもやペットなどの見守りをいつでもどこでもできたり、人の老化やがんの遺伝子診断を高速で行ったりできるかもしれません。小さなマイクロマシンで社会に大きく貢献しようと頑張っています。皆さんと一緒に研究できることを楽しみにしています。待ってます。